ブレトンウッズ、ブレトンウッズ、ブレトンウッズは、アメリカ合衆国ニューハンプシャー州北部、コーアス郡に位置する町、キャロル、キャロルの一地区。また、キャロルの旧町名。ホワイト山地の山々に囲まれ、州の最高峰である、ワシントン山の麓に位置している。人口は、キャロル町全体でも663人、2000年国勢調査。 ブレトンウッズの周辺にはほとんど人家はなく、都の他にはほとんど人工物のない一面の原野が広がっている。ブレトンウッズはリゾート地として知られており、冬にはアルペンスキークロスカントリースキーの両方が盛んである。一方、夏にはワシントン産のハイキングの基地となり、マウントワシントンホテルでのゴルフ客でも賑わう。しかし、 ブレトンウッズの名を世界に知らしめているのはやはりこの地で締結されたブレトンウッズ協定である。1944年に開かれた国際通貨金融会議によって国際通貨基金 IMF と国際また開発銀行 IBRD が設立され、これらの組織とアメリカ合衆国ドル中心の固定為替相場制を軸としたいわゆるブレトンウッズ体制が生まれた。 このブレトンウッズ体制は1971年のニクソンショックで崩壊するまで四半世紀にわたって第二次世界大戦後の世界経済を支えた。ニューハンプシャー植民地の北部ホワイト山中のこの地にブレトンウッズが創設されたのは1772年のことである。入植地の名は時のニューハンプシャー総督ジョン・ウェントワース、ジョン・ウェントワースの指定であったブレトン。 ホール、ブレットンホールにちなんでつけられた。ほどなくして、独立戦争が開戦、ニューハンプシャーを含む13州植民地は勝利を収め、1788年にはニューハンプシャーがアメリカ合衆国の9番目の州になった。1832年、ブレットンウッズはアメリカ独立宣言の署名者の一人であ、チャールズ・キャロル、チャールズ・キャロルにちなんで、キャロルと改名された。しかし、 ブレトンウッズの名は、キャロル町域内の地域名として残った。1882年にはキャロルは正式な町になった。1944年7月、ブレトンウッズのマウントワシントンホテルで、国際通貨金融会議が開かれた。この会議は1929年の、世界大恐慌後に列強が、ブロック経済圏を作る一方、保護貿易から弾き出された国をファシズムに走らせ、 第二次世界大戦を招いた反省に基づいて行われた。この会議の狙いは国際的協力による通貨の安定、貿易の振興、発展途上国の成長であった。その結果、この地でブレトン・ウッズ協定が結ばれ、国際通貨基金と国際復興開発銀行、世界銀行が設立された。また、 これら日期間と米ドルを打艦通貨とする固定側世相場性を軸としたブレトンウッズ体制が確立された。このブレトンウッズ体制はその後四半世紀にわたって世界経済を支え各国に経済成長をもたらした。しかしベトナム戦争や膨れ上がる形状赤字によってアメリカ経済が疲弊する中、1971年当時の大統領リチャード・ニクソンが米ドルと金との 交換を停止、いわゆるニクソンショック、ブレトンウッズ体制は崩壊した。1973年には、ベイドルは変動相場制に移行した。キャロルの中心部はに位置している。ブレトンウッズは、町の中心部から南東約9キロメートルに位置する。ブレトンウッズの中心にあるマウントワシントンホテルはに位置している。ニューハンプシャー州内では最も人口の希薄な地域に位置し、 州の最大都市であるマンチェスターから北へ約1 4 0トル、ボストンからは北西へ約2 2 0トル離れている。アメリカが州国統計局によると、キャロール町は総面積1 3 0 0トルである。町のほぼ全域が陸地であり、水域は総面積の0.06%、0 1トルに過ぎない。 町の人口密度はわずか5.1人、キロメートルである。キャロル町一気のかなりの部分は、ホワイト産地国有林、ホワイトマウンテンナショナルフォレストの中にある。周囲を、標高1000メートル強の山々に囲まれており、東には、州の最高峰である、ワシントン山、標高1917メートルがそびえる。町の最高点は、ディセプション山。 マウントディセプションの山頂で、その標高は1,119メートルである。キャロルの標高は439メートルである。ブレトンウッズの6キロメートルほど南には、自然景観の美しさを誇るクロフォードノッチ州立、公園、クロフォードノッチステートパークが位置している。修道302号線は、キャロル中心部の南約2キロメートルほどにある集落、ツインマウンテン。 ツインマウンテンからブレトンウッズを通り、クロフォードノッチ州立公園内を貫いて走っている。クロフォードノッチは、サーコ川、ソコリバーの源流でもある。サーコ川は、クロフォードノッチから南南東へと流れ出し、メイン州南部で大西洋に注ぐ。マウントワシントンホテルは、ブレトンウッズの原野の中に立つ荘厳なホテルである。1902年に開業した、このホテルは、 ニューハンプシャー州内に残る数少ないグランドホテルで、あるばかりなく、1944年に国際通貨金融会議が開かれた場所でもあり、歴史的に極めて重要な建物である。このホテルは、施設内の9ホールのゴルフコースのほか、ドナルド・ロスが設計した18ホールのコースも併設している。ブレトンウッズは、スキーリゾートとしても知られている。 ブレトンウッズマウンテンリゾートザ・ブレトンウッズマウンテンリゾートではアルペンスキークロスカントリースキーの両方を楽しむことができる。特にブレトンウッズの南ベスレヘム、ベトレヘムのローズブック山地ローズブルックマウンテンズには多くの隙間が点在している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。